ゃあ皆さん、とうとう決勝戦勝った方がグランドチャンピオンシップに進むことになります。見事この西日本予選の第1回キングに輝く MC はどちらなんでしょうか。まあ、その前に決勝のビートを聞きますか。 DJ コペロ、決勝ビートを聞かせてくれ。悪いビートが来ましたよ。はい、このビートで決勝へと進みたいと思います。皆さん準備はできてますか？準備はできてますか？いいね、確実に準備できてるね。みんなさあ行きましょう。それでは西日本予選第1回決勝戦へと進みたいと思います。それでは2人を呼び込みます。ナジオンベース出てきてください。それでは決勝戦、まだ先攻後攻決まっておりません。じゃんけんをお願いします。先攻ベース。 What's good though? What's good though? Last name, last name. ナジオン。そして尺は8小節の4本です。8小節の4本で決勝を行います。それでは最後にもう一度聞きます。皆さん準備はできてますか？いきましょう、決勝戦レディーファイト。 Yeah、Look at me, look at me, look at me 無駄に煙吹かれ浮かべふらりふらり歩いてついてきて上司大工事ローリースモーキーいつものようにどっぷり飛びすぎ注意。今日は俺がいるからのバビロン、お前みたいな雑魚がはびこり割に勝ち残ったなナジオン。パチもガチだもん、俺の勝ちだもん。随分安っぽいサンプリングから入ってるようだけど本当にそれでハイか。俺は上海のビルディングよりも空に近づいていく。スカイザレミ、その残酷さを知っている俺は意味黒ずくめだけど何にも黒くない。ニガーじゃないイエローでも何でもない。お前は俺の前でクリアできない、ただの透明なクリア。分かってるか、よくここまで勝ち残ったなっていうか同じことばっか繰り返してよくここで来たな。こいつが一番分かってない。肌はイエロー、センスはニーガー、アマジャパニーズぶっちぎるいる。俺の前でよくそんな口聞ける。ぶっちぎるナジオン、パイセン風吹かせないから好き。でも俺からしたらただのナルシスト。結婚してこそこそラップまでお金が入ってるからただの貧乏に俺はルーボーイ。お前のそのチープな悪さ自慢聞くに耐えないイリーガルライフ、生きがって握るマイクか。肌がイエローとかセンスがニガーとか言ってること自体センスが感じない、つまりセンスはゼロ。俺はベロを動かしてく、乾かさない下の根に殺し文句満載だ。やられる今俺に平野レミ見たく、お前うるさいだけ騒いでる、面白くもなんともない MC、 そこをまずは知れよ。Yo、 ありがとうなジオン、この声でうるさいって言われたのお前が初めてだよ。ちゃんと聞こえてるんだな俺の声を。届かず心臓部、何かヒップホップ、柳瀬嫌がらせして俺前に勝ってる口喧嘩言うの。お前じゃ無理だよ名古屋、どうせ無理、ただ口だけマイク握ってぼかす、見ればわかる。何になりたいのナジオン、全然わかんない、俺は掴みに行ってるヒップホップ300万お前には高すぎる。大体そう、最後の3バース目弱くなったら早口で畳みかける、こういう弱い奴らの手口。分かってる手口言ってるような MC、 何になりたいのって、俺は俺って、その一番難しいやつを貫くぜ、ただそれだけ。お前いつだってナルシスト以前にそう、ヒップホップ気取ってるだけ、誰かのお揃いのファッションみたい。その枠の中で気持ちよくなれることだけやっとけよベース、お前には与えないスペース、クリンチでもしとけ。そう、これはショービズ、同じファッションじゃない。LA のラベル届いてる、ボーンレイズでバックボーンについてる。お前は所詮古着、安い女と結婚して裏でピースマジで笑えない。わかる、どっちがヤバい、ルーボーイぶっちぎり、お前も早口じゃん。っていうか言っとくよ、もっとインフンどけよナジオン。お前のいいところ中身ゼロなのにインボ踏まなかったらお前の価値どこにある、俺にはわからない。こんなところで
バックボーンとか言ってるやつ、鼻から相手にも俺してないもん。ナジオバックボーンとかいらない、俺一人きり。マイクロフォン持って立ってるステージ、ビートの上。悪いけどここはリング、お前のチームからも賞賛かっさらいに来てる。ただそれだけの話、鋭利なやつ張り詰めたこんな空気の中だ。もっと尖った言葉出さなきゃ一瞬で飲み込まれるぞ。終了。それではジャッジに入ります。先攻ベイス、後攻ナジオン。もう一回聞きます。皆さんどちらか決めて片手でジャッジをお願いします。先攻ベイス、後攻ナジオン。これはドローです。皆さんのジャッジはドロー。黄色の札を上げました。それではジャッジのお二人に聞きましょう。赤がベイス、青がナジオンです。レディージャッジ。ドロー赤、延長。それでは先攻後攻が入れ替わります。すいません。それでは先攻後攻立ち位置をお願いします。スポーツマンシップを見ました今。さあ違う、ループボイスダンス。はい、さあよ、もっとマイクくれ、もっとマイクくれ、もっとマイクくれ。はい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 。それでは延長ビート用意できてますか。 DJ コーペロ、延長ビートを聞かせてくれ。このビートで8小節の4本です。決勝勝った方がグランドチャンピオンシップと進出します。西日本予選第1回、どちらが取るのか。それでは延長戦いきましょう。レディーファイト。そう、今夜はいきなりのベスト8だから最後ぐらい延長しないともっと楽しんでいけないだろう。だからそう、もう一回ここから見せるよ、ワンサイドゲーム。圧倒的、これ以上ないってぐらいに静かに飲み込んでいく。いや、おっさん、延長の時点でワンサイドゲームじゃねえんだよ。わかる？言葉の意味履き違える。靴下靴の色も間違えてる。ないファッションセンス、どうせ家でせんずり、嫁にも相手にされずマイク握ってる。ほなにおっさんのしてるの見たくないから帰る。こいつ言うことないから、嫁の話これで3度目、3度目の正直みたいに言う。俺がワンサイドゲーム、こっからの話、過ぎたこと言ってない。さっきのバトルも口喧嘩は？いつの話してんのお前。ここの瞬間のライムもっとくれ。いつの話って、つい最近。お前シラフで健忘症笑えない、ドープイリュージョン見せつける、どうせ来れないバックヤードパス。まずまずラップお前には負けるわけなく、そう当然のようにポテンシャルの差が違う、測りきれないスカウト。いえ、こいつ言われたからもう嫁の話出さなくなっただろ。圧倒的、俺のペース。困ったらガンジャか嫁のネタ、あ？まるで患者かな。ビートの上圧倒的に送ってく ICU ハイビーム、見たくまっすぐ光る俺を見ておきな。当たり前だろ、お前のこと好き、家族丸ごと愛してる、だからぶっ殺すって言ってる。お前の勢いじゃ俺じゃ足りない。ドープスポーツポーツをこっからだろ、ナジオン。いや楽しくないラップゲーム、俺の方が余裕で勝ってる。ドープスポーツ、お前はいつでもそういうノリ。これはスポーツじゃない、俺にとっちゃそう。誰かと競争、卒業、俺はそういうの。いつでもライバルは俺だけだろう。そういうとこに立ってる、お前そう。ビートの上の落書きはもうよしな。認めない、こんなやつ俺は絶対認めない。二度目はないって何回もやってるっけ。お前どこの誰か分かる。 I'm a B I'm a B 名古屋ルーのてっぺん取るの俺お分かり。お前じゃない、役不足、あと役ブス不足。終了。それではジャッジに入ります。皆さんよろしいですね。先攻ナジオン、後攻ベース。まずはベースが1ポイント。それではジャッジのお二人お願いします。赤がナジオン、
青がベースです。レディージャッジ。青青勝者ベース。ラジオに大きな拍手。いやいや、おめでとう。ベースに大きな拍手。ありがとう、ありがとう。最高、ビッグシャラー、ありがとう。キングオブキングス西日本予選第1回、見事キングに輝いたのベース。いやいやいや、ありがとう、ありがとう。クラちゃんへと進出しましたベース。いや最高っすね。いえ、今年も、まあ来年ですね、2019年、1月6日豊洲ピットでグランドチャンピオンが行われます。見事そこへ進出することが決まりました。もう一度ベースに大きな拍手を。いえ、わっつくぞ。いえ、さあ、それでは今の決勝戦振り返ってみましょう。感想お願いします。はい、そうだね、ナジオンの良さっていうのは、まあ、この即興なのにこう表現する時の言葉のセンスなんだけど、まあベースの何て言うんですか、僕よく分かんないんですけど、そのドラッグとか薬物ネタ、はい、がなんかこうやっぱそういうのもヒップホップにあるのかなみたいな格好さがっていう印象で、やっぱベースやベース。やベース。ホークさんお願いします。はい、ナジオンが取ってるラウンドもあったんですけど、やっぱトータルで見てベースだったかなっていう。ただやっぱそんな中でやっぱナジオンが持っていく瞬間をやっぱ毎回毎回作ってたんで、やっぱ自然とベースのバースも熱くなってきてみたいな、うんうん、すげえいい感じで相乗効果みたいな感じになってたような気がしますね。やっぱでもベースがかっこよかったですね。うん、はい、なるほど。じゃあ見事、ね、この名古屋を背負ってベースには戦ってもらいたいと思います。さあ、それでは表彰させていただきます。西日本予選代表ベース様、キングオブキングス、あなたはキングオブキングス2018グランドチャンピオンシップファイナルへの出場を勝ち取りました。決勝大会は2019年1月6日豊洲ピットにて行われる予定です。この度は決勝進出、誠におめでとうございます。イエー、もう一度大きな拍手。皆さんもね、来年もこのベースがこの日本一に輝くだろうと、みんなが選んだ代表ですからね、応援してください。ありがとうございました。キングオブキングスでまた会いましょう。いいよ。いや、一言だけ言わせてくれ。こういうラップバトル、話が早いから俺は出てる。俺が全国でトップを取ればシーンが変わる。もう飽きてんだよ、つまんねえ茶番は。いえ、俺はこのスタイルで金にするぜ。ありがとう。